上毛らによるセラの枕元で祈るクレスピの像。ただし実際にはクレスピの方がセラより先に死亡したフアン・クレスピ・フィオルはスペインのフランシスコ会修道士。ガスパル・デ・ポルトラのアルタ・カリフォルニア探検に同行し、その記録を残したことで知られる。クレスピはマヨルカ島で生まれた。17歳でフランシスコ会に入った。クレスピはパルマ・デ・マヨルカでフランシスコ・パローと共に同郷のフニペロ・セラに学び、1749年にセラ及びパローと共に新大陸に渡った。1767年にはセラと共にカリフォルニア半島に渡り、ロレト近郊にあるカデゴモの伝道所に勤めた。クレスピは1769年のガスパル・デ・ポルトラのアルタ・カリフォルニア探検にセラらと共に参加した。クレスピはカリフォルニア半島からサンフランシスコ湾に至る陸路の全行程に参加した唯一の修道士だった。ポルトラやクレスピの一行は1770年の第2回の探検でも陸路をモントレーまで行った。そこでカイロを来たセラと会い、一行はモントレーにプレシディオとサンカルロスデボロメオ伝道所を築いた。これ以降、クレスピは没するまでサンカルロスデボロメオ伝道所にあった。クレスピは1772年のペドロ・ファヘスのセントラルバレー探検にも参加した。1774年のフアン・ホセ・ベレス・エルナンデスの探検にも参加し、カイロを今のアラスカにあたる地点まで北上した。1782年に没し、ミッション・サン・カルロス・デ・ボロメオに付属する墓地に埋葬された。クレスピの記録は、カリフォルニアの歴史を知るための貴重な一次資料であるが、パローの歴史書の中に挿入された形でのみ、知られていた。しかし、そこには1770年のポルトラの2回目の探検の記録が欠けていたし、原文に忠実でなかった。1927年にハーバーとユージン・ボルトンが3つの探検に関するクレスピの記録の注釈付き英訳をクレスピについての解説を加えてFray Juan Crespiの代で出版した。その後、パローによる編集を経ていない写本が発見され、2001年にはスペイン語原文と英訳を対照したA Description of Distant Roadsが出版された。ありがとうございます。